若い鈴木知事のもと、本当に県民の皆さんが一致協力して応援をしていただいたおかげをもちまして、 G7 のリーダーたちみんなに満足してもらい、サミットは成功に乗ることができました。ぜひこのサミットを開催されたこの機会を生かしていただきたい。でこの機会を生かすためにも、ぜひ皆さん山本幸子さんを国会に送っていただきたいと思うんです。ご承知のように山本さんはずっと観光振興頑張ってきました。明治日本の産業革命遺産立派に成功してもらいました。この力をぜひ山本さんに生かしていただいて、この伊勢にもっともっとたくさんの観光客が訪れるようにしてもらいたいなと思いますし、山本さんはこの大好きなメディアのために今までの経験を生かしていきたい。そして何よりも地域において頑張って努力して汗を流して皆さんの汗が報われる、そういう地域づくりを行っていきたいと思っているんです。働く女性として、頑張る女性として、また武道をたしなむ伝統を大切にする女性として、名店の代表としてどうか頑張れるように、仕事ができるように皆さんのお力をいただきますのでよろしくお願い申し上げます。さっきもね、ずっと移動を共にしてきたんですが、とにかくすごいパワーですね。ガッツを持ってますから、このガッツでいろんな困難を乗り越えてまいりたいと思います。今回の選挙最大のテーマ、それは経済政策であります。野党は統一した政策がありませんか、批判批判批判、口を開けばアベノミクスは失敗した。果たしてアベノミクスは失敗したのか。3年間で私たちは110万人雇用を増やしました。正規雇用も26万人増えて8年ぶりの高い水準になりました。そして有効求人倍率も47の都道府県で1倍を超えたんです。この三重県におきましても有効求人倍率は 1.39 になっています。民主党政権時代はそれは87、100人に対して87しか職がない、みんなの分はなかったんです。そしてまた給料も3年連続で賃上げ率は過去最高になっています。それは最低賃金を3年連続で上げてきたからでありました。この三重県においても47円、3年間で47円上げることができました。民主党政権時代には3年間で22円しか上がっていません。倍以上私たちは最低賃金を上げたんです。もう民主党政権は批判ばっかりしますが、自分たちはどうだったかという話はしません。私はあんまり民主党政権の悪口を言いたくはありませんが、まあ、今日は理解しやすいように話をさせていただきたいと思います。民主党政権時代の3年間は雇用は皆さん10万人減っていたんです。それは企業がどんどん行き過ぎた円高で海外に出ていって空洞化が始まったから、中小企業の倒産件数は今よりも3割多かった。私たちは3割減らしたんです。今年の4月、三重県において高校を卒業した皆さんの就職率は約 99%、 ほとんど全ての皆さんに皆さんが職を送ることができて、若い皆さんが学校を出たら職がある、こういう状況を作っていくことが政治の責任でもあります。アベノミクスは決して失敗はしていないんです。しかしまだまだ安倍さんはそんなこと言ったってなかなか景気の実感ないよという方がたくさんいらっしゃることも私はよく知っています。私たちのアベノミクスはまだ道半ばであります。そして私たちの政策はまだ不十分であることは率直に認めなければならないと思っています。しかしだからといってせっかくここまで来ているのにやめていいはずはないんです。逆戻りしてあの暗い時代に戻っていいはずがありません。やるべきことはこれからこの道を力強く前に進んでいくことであります。そのために私たちは消費税の引き上げ2年半延期をいたしました。
デフレから脱却をしていくためにも必要な脱出速度がいるんです。我々はエンジンを最大限に付加しながら脱出速度を得て、デフレから完全に脱却をして、そして経済を力強く成長させ、国民生活をもっともっと豊かにして、安倍さん聞いてよかったよ、もっとみんなに言っていただくように頑張ってまいります。そのためにも地方創生を進めてまいります。地方創生とは、三重県に眠っているさまざまな良さを生かして、可能性を引き出して、その計画を立てて、これを国が応援をしていくという新しい挑戦であります。外国人が日本で使うお金は1年間で3兆円です。私たちはこれをさらに倍にしていきたいと思っています。2020年までに4000万人にしていきたい。外国人が落とすお金を倍にしていきたいと思っています。で、お金をちゃんと落としてもらえるように、免税店の数も3倍3万店に増やしました。名店はなんと日本で最高レベルで13倍にしました。すごいですね。で、観光客もですね、日本は2倍でありますが、三重県はなんと4倍、すごい成果を上げています。三重県にはやっぱり伊勢神宮をはじめたくさん素晴らしいところがありますし、食べ物も美味しい松阪牛だけではなくて、皆さんはなんか松阪牛のホルモンも食べておられるという羨ましい県で、あります。天むすも本当は名古屋ではなくて津です。津が本拠ということで、この誤解を解くのもやっぱり山本さんのしつかい私は必要なんじゃないかと思いますよ。また大切な農業や漁業、一次産業も私たちはしっかりと守っていかなければならないと思います。同時に私たちは今人口減少社会にしっかりと立ち向かっていかなければならないと思います。たとえ人口が減少しても、日本が力強く成長して大切な社会保障の財源を確保していくことができる日本にしていきたいと思います。そのためにはみんなが活躍をしなければいけません。その能力を生かしていくことができる社会を作っていきたいと思っています。女性も男性も、若い皆さんもお年寄りも、障害がある方もそうでない人も頑張れる社会を作っていく。そのためにはもちろん財源が必要でありますが、私たちはこの3年間頑張って税収は21兆円増えました。これを一億総活躍社会のために、地方創生のために作っていくことによって、日本は使っていくことによって、さらに日本は成長していく、またその果実が生まれる。それによって成長と分配の好循環が回っていきます。サミットの後、先ほどご紹介いただいたようにオバマ大統領とともに被爆地広島を訪問いたしました。日米同盟は世界のさまざまな課題に共に取り組んでいく希望の同盟となったと思います。我々は昨年平和安全法制を成立させました。このことによって日本とアメリカはお互いに力を合わせて日本を守るために活動することができるようになったんです。これを廃止してしまったら、日本を守っているこの日米同盟の根底が崩れ、信頼は立ち返ってしまいます。こんな無責任な人たちに、私たちは子供たちの未来を託すことはできません。今回日本中で民進党は共産党と力を合わせ候補者を一本化しています。この選挙区でも野党共闘と言ってますが、本当は野党共闘ではなくて民進党と共産党の協力なんです。共産党は日米同盟を廃棄すると功労で言っています。さらにはあの熊本大地震で多くの人命を救助してくれた救命救助に昼夜を分かたず頑張ってくれたあの自衛隊を解散すると言っているのは共産党であります。この選挙で野党候補に1票入れるということは、まさにこの勢力に1票を入れるのと同じことになるわけであります。私たちはこんな勢力に負けるわけにはいかないんです。この選挙で皆さん問われているのは、自民党、公明党、国民の生命と財産に責任を持ってきたこの自民党と公明党に
子供たちの平和と安全を委ねるのか、あるいは共産党と民進党に託すのか、それを決める選挙なんです。皆さん、共に前進を選ぶ党ではありませんか。そのためには、そのためには山本幸子、山本幸子にとっては皆さん力を与えてください。山本幸子、山本幸子、山本幸子、山本幸子であります。皆さん一緒に、もう選挙戦、夏に輝く日本を作っていこうではありませんか。どうぞ。